こんにちは、ひゃんちゃんです。はい、今回の動画はですね、はい、私が日本で住んでさ、うん、いろんなことを感じたり、はい、学んだりするんですけど、はい、その中で、うん、今回の動画は、うん、ちょっと感情的な話になるかもしれないんですよ。いいんですか、そんな話。まあ荒れるんじゃないんですか。今日もね、はい、勇気を持ってさ、はい、はっきり、はい、の話してみようかと思います。はい、お願いします。はい、はい、というわけで、うん、まあ、ちょっとなんか怖いですけども。何か怖いの。雰囲気がちょっと何だかよくわからないんですけど、うんうん、じゃあ何ですか。日本で、はい、お金でも買えないものがあるんですよ。うん、プライスレスってことですか。そうですよ。これで買えないものたくさんあるでしょ。日本にしかないよ。日本にしかないくて、お金では手に入らないものってこと。うん、そう。何でしょう、若さとか希望とかですか。愛情とか。これは韓国でもできるんじゃない。 ある、うん、韓国でもありますか。そうそう、夢や希望はありますか。うんうん、あ、よかったよかった。うん、はい、何ですか。一つ目、はい、一つ目は、うん、日本の雰囲気。日本の雰囲気ね。うん、はあはあ、まあそれを手にお金では買えないと。そう。なるほど。うん、確かに、うん、韓国人が憧れる日本は、はいはいはあ、日本の夏だと思います。韓国の人が思う日本のイメージは日本の夏だと、うん、そういうイメージあると思いますよね。ひょんちゃんが思う日本の夏ってどういうもの。ホタルが見えたり、はあ、セミが、はいはい、ねえねえねえしたり。何ねえねえねえ。どこがねえねえじゃなくて。そこがセミなのそれ。ねえねえって何それ。それ牛ガエルだろそれ。あれと畳のさいうところで、うん、スイカ食べながらね。なるほどね、うん、あのお家の縁側とかだ。そう、外庭と部屋がつながるようなところで、うんうん、まあ、スイカ食べながら、うんうん、まあ、ぼーっとしてるのっていうのを思い浮かぶわけね。うん、確かにね、あの、うん、ありますよそういう景色は日本に。でも実はね、うん、私日本で今3年目生活しながら、はい、うん、あれやったこと一回もないから。ないね、うちはマンションだしね。まあそれに近かったのは、うん、あの温泉行ったじゃん夏。ああ、あれが一番それに近かったかな。ね、あの山奥にあって、うん、木に囲われててね、うん、あそこ気分良かったじゃん。そうそう、ああいう感じかね。うん、ああいう感じと、うん、あとね、あの日本だけの静かな、うん、綺麗な道、そういうことかな。なるほどね。うん、二つ目、二つ目はちょっと大げさになると思うんですけど、はいはい、人生を対する態度、はい、うん、人生に向かう姿勢みたいなこと。そうかもね。それが何ですか。私が思うのが、はい、日本人はもっと余裕があると思います。これは確かにね、会社によって違うと思うんですけど、韓国は残業する会社がもっと多い気がする、うん、まだ残業の社会なんだ韓国。そうだね。当たり前ってことね。結構多いかもね。うん、からあの先輩がまだいるのに、うん、一人で今、なるほど、お先ですって、うん、ちょっとあれちょっときついね。もともと韓国って上下関係厳しいじゃない、うん、先輩とか年上の人が絶対じゃない。うん、そういうのもあって、うん、やっぱ残業とかが、うん、厳しいと。だから韓国ではそういう話があるんですよ。夜がある人生を送りたいんです。夜がある人生、うん、みんな夜は来るんじゃないよ。いや、そのぐらい残業が多いって話なんでしょ。ああ、うん、会社終わった後の何かそういう生活が欲しいってこと、うんうんうん、もう会社終わったらあと寝るだけだよとかじゃなくて、そう、なんかやりたいことができるようになりたいってことね、うんうん、そう。どう、日本はさ、あなた会社就職したことないじゃん。でもあなたのことを見てわかるんでしょ、大体。まあ、大体私を見てね。うん、そう。なるほどなるほど。でもしおりちゃんもいるしね。あ、そうだね。うんうんうん。まあ日本も会社によって違うんですけど、そうだね、もちろんね。だから、うん、日本も一昔前はやっぱそう残業とか、うん、みんなちょっと自分の時間を削ってやっぱ頑張った分、うん、まあ、社会的に成長してきたところはあるし、うん、いや、まあ最近はちょっと減ってはいると思うね。あ、うん、もうそういうのは時代じゃないんじゃないのっていう雰囲気はある、ね、だから韓国も、そういう時代を超えるためにね、うんうん、なんか頑張って今頑張ってるって感じ、うん、いるんですけど、まだまだちょっとそこまではね。そうだね、
ね、うん、どうやっぱ自分の時間欲しいもんね、もちろん ね、 そう、当然なんですよ、うんうん、もう会社のために頑張るのもあったり、うん、まあ、私の会社じゃないまあですね、必要なんですけど、うん、そうそう、やっぱ自分とか家族が第一だと思います、うん、私がその会社の株もね、うん、あったらもっと頑張ると思うわこれ自分で、ね、展示中的な話なんですけど、はいはいはい、うん、株、まあね、ああ、そういうのある株が、うん、韓国は自分の会社の株持つのある人はいるんじゃない、はいはいはい、分かんないけどね、日本はあるよ、うん、あ、自分の会社の株を、うん、持たせるのとか、そう、あの人はもっと頑張ると思うよ、うんうん、なるほど、ね、うんうんうん、これもね、関係ない話かもわかんないんですけど、うん、日本がもっと休みの日も多いよ。あ、そうなんだよね、うん、だから日本人からすると、うん、日本人って休みないんだよとか思ってるんだけど、全然多いと思う、私は多いんだよね、うん、あの初めて日本に来た時は、うん、山の日ってさ、休んだりしたんじゃん、うん、なんで山の日に休むの山に感謝するんです。なんかさ、主婦だからさ、うんうんうん、あなたがその時休んだら嫌なんだよ、逆に。なんかよく聞くじゃん、あなた今日祝日なんだよって言って、何の日なの今日は。海の日とか休んだりするじゃなくて、海の日なのになんで休むの海に感謝するんですよ。ありがとう。海ありがとう。山ありがとう。会社人にとってはすごく嬉しいと思います、うんうん、うね、でもやっぱり日本人からはなんか働きすぎとか休み少ないっていうイメージはあるんだけど、多いよね、祝日は。ゴールデンウィークもあるしね、夏休みもあるし、そうそうそう、うん、連休とかも多いからね、そうそうそう、最後最後最後は逆に私が聞きたいんですよ、本当に逆にここに聞きたいことが、逆にミステリーだよ、日本人は、うん、まあみんながそうじゃないんですけど、はい、大体親切だし、うん、ああ素直な人が多いです。へ、私が正直言うたら、はい、私の人生で一番素直な人がヤッパンだったんですよ、うん、私、うん、韓国で出会ったことはない、こんな人間に。そう、そう本当にね、だからみんなひねくれてるんですか、だからさ、韓国の人はああいうところが好きになったこともあるんですよ。あ、私のね。そう。じゃあよかったよ。私より先に他の日本人に出会ってたら、うん、その日本人好きになったこと。そう思うね。危ねえ。日本にちょっと直接住んでみたら、みんな素直だったから。バレちゃったじゃん。そう、バレちゃったじゃん。なんだ、ヤッパンだけじゃねえんじゃん。そうそう。あの、不思議だなって思ってさ、それ過去で学んでもさ、そうなるの？それね、だからよく外国人の人によくまあ言われたりするじゃない、うん、日本人って真面目だねとか、あ、真面目なイメージは確かにある、ちゃんとルールも守ってとかよく言われるけど、うん、それをなんか教えてもらったっていうことがあんまり印象にはないんだよね、過去でそういうことを教えてもちろん教えてもらってると思うんだよね、あ、もちろん韓国もそういう親切のそういうとこ、うんうんうん、教えてもらうよ、はいはいはい、でも素直は教えてもらっても、うん、なかなかできないんじゃないの？確かに。だからそういうなんかもともと持ってる気質なのか、うん、だから分かんないけど、ね、私が逆にあれのことに研究してみたんですよ。研究したんですか？なぜってさ、気になってさ、はいはい、だからいろんな、可能性が高いとリストの中でね、1名がエニメの影響じゃないかなと思います。またうん、あのエニメは素直なそういう気持ちを一番近くにね感じると思います。それ見ながら成長したら、うん、はい、もう影響をたくさん受けるんじゃないかなと思って。なるほどね、うん、確かにあの最近のアニメって結構なんかな、リアルなもの追求するものが多かったりするんだよ。本当は人間のこう汚いところとか、本当の嫉妬とかそういうのを描くとリアルだなと思って面白いと思うこと多いんだけど、昔のアニメってそういうのを結構排除してて、なんか美しいものとかさ、あの人間の愛とはとかさ、友情とかそういうのをクローズアップしたアニメとかが多かったから、そういうのを見て育ってるとそうなるのかもしれないね。そうですよね。はいはいはい、はい、うんうん、二つ目は、はい、キャラクター的に可愛いものが多いじゃん。うん、あ、キャラクターね。そう。はい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 、だからちょっと世界観もね、うん、広がってると思うわ。あ、うん。そういう部分もあるのかな。なんかキャラクターがね、そういうキャラクターだけのことじゃなくて、あのキャラクターにね、うん、性格も揺れるし、うん、と本当に命みたいな、はいはいはい、人間と違う命みたいなことを大知ってる人がいるんじゃない？なるほど、うん、あれもね、素直な
そういうことに影響があるんじゃないかなと思う、うん、そういうの見てそんな素直に育っていると、うん、そうじゃない？分かんないですけどちょっとこれね、日本人からしてると分かんないのよ、うん、それになんか素直だねとか、うん、あの真面目だねって言われると、うん、なんかまあ そこまででもないかどうなと自分では思うわけ、うん、そんなに綺麗なちゃんとした人間でもないしなと思うんだけど、うん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 、まあ、みんな外国の人が見たらそうなんだから、うん、そういうところもあんのかなとは思うけど、ね、あとさ、まあ、最後はね、うん、はい、ドラマの影響、ドラマ、あの日本のドラマは興奮を伝えたいな、うん、そういう感じのドラマが多いと思う、だからあれを見ながら自分的にね、うん、あの考えたり、うん、なんかするんじゃない、あだからそういうエンターテインメントも影響していると、うんうん、そう思う、なるほどね、はい分かんないですけど、分かんないけどね、はい、はいはい、というわけで今日はひょんちゃんが思う日本にしかなくて、うん、まあ、お金では買えないものは何なんだろうって話しましたけど、結局まあひょんちゃんの研究結果によると、うん、はい、アニメとかドラマのせいじゃないかということで、そうなるの話がそんな長く話したんですけど結局そういう話になるの、研究結果まだちょっと出ないので、うんうん、はい、続けてまた研究していただければありがたいです、ね、はい、分かりました、はいはい、今回も見てくださって本当にありがとうございます、ありがとうございます、ま、次の動画で会いましょう、またねー、またねー。